夏に開幕するパリオリンピック・パラリンピックの選手村が公開されました。環境に配慮した作りとなっています。こちらが選手らが泊まる部屋です。扇風機はありますが、エアコンはありません。地下水を使った床冷房システムが整備されています。パリ近郊の選手村には、24時間営業のレストランや病院やジム、託児所などが設置され、最大1万4000人余りの選手や関係者が滞在します。環境に配慮して、建物には木材を多く使い、使用電力はすべて再生可能エネルギーで賄われます。ベッドは東京大会に続き、日本のエアウィーヴ社製の段ボールベッドが採用されています。